俺たちも一緒にやろう。あの二品は俺たちもよく知ってるから、君の手助けができるかもしれない。知ってるどころか、俺たちはな、うん、病院では多くの人たちが術後の回復のためにこの二品を口にしている。だから俺たちもその料理には少しばかり詳しいというわけだ。じいさんの役に立てるならそれに越したことはないぜ。もちろんだ。俺たちに任せとけって。おお、なかなかの包丁さばきだな。さすが優勝しただけのことはあるぜ。君がさっき言ってたあの山頂、なんて名前だ。これからは俺たちも君のところにおじいさんの食事を頼みたい。くそう、まさかお前姓がイだったりしねえか。そんなところだ。少なくとも俺らの間じゃお前の名前は有名だよ。ああ、お前俺たちの正体に気づいてなかったのか。空想の若様は天に昇って月をつかみ、天下あまねく平らげる勢いで、地理天文の知識に関しちゃ加賀金星のごとしって有名だぞ。なぜなら俺たちも食玉だからだ。そうだ、俺たちも昔君たちと同じような食玉に会ったことがある。彼らから空想と君の存在を聞いていたんだ。なんでもそこは美食の聖地ってだけじゃなくて、全ての食玉の故郷なんだってな。お前が俺たちを目にした瞬間、噂に聞いていたみたいに正体を見破って、何が何でも俺たちを連れ戻そうとすると思ってたんだぜ。お前が作ろうとしているこの二品さ。俺は王政クコ牛尾島の食玉だ。ジョーちゃんにどっちがどっちか当てさせたりしねえのかよ。まあいいや、俺が囲む王丹の食玉だ。